か期するものがあるんでしょうね。うん、一方の法政の方は去年甲子園ボールに出場、ただ感覚にもまっている。左サイド、いや投げられない、自分で走る、ファーストダウンを取るかどうか、スライディングしました、50ヤードの手前、ブリッツは入らない、平井、あっとファンブルした、ファンブルリカバーはどちらだ、早稲田抑えたんじゃないですかね。うーん、ボールもあっとシグナルは早稲田リカバー、ターンオーバー、いや、やっぱりそうなんですね、はい、フォーメン出しです、パス狙う、ションフェイクのパスですね、取りました、うん、ファーストダウン取りました、見事なパスでした、上野陸です、早稲田のオフェンス、このギャンブルはどうなんだ、滑った、スリップしました、ファーストダウンは取れていないと法政アピール、いやこの辺もねやっぱり雨ですよね、早稲田セカンドダウン10、ボールン19ヤード、ファーストダウン取りに行く、上野陸成功しています、今のパスもいいですね、はい、ボールン34ヤードと変わりました、ランプレー抜けました、ファーストダウン獲得、早い、止められるか、懸命に止めた、この試合一番のランになりました、花芽ヘッドバックにしまして、アイフォーメーションからフルバックに持たせて、はい、テールバックが持ってタッチダウン、早稲田先制、25番花宮家でそこには行かずパスに出る、左サイド空いてます、パースが通りました、16番野中翔太4年生、プレイアクションパス空いてます、ラン2キャッチ強い、ボールオン7ヤードセカンドダウンというゴール、ランプレーでいきます、あ、早稲田のディフェンスはランプレーでいってダイブを狙って入りました、タッチダウン、ガッツポーズ、おお、ブロックしました、キックは失敗、いやこの石原なのかというところで上に蹴りまして、ファンブルしたがそのまま自分で抑えました、リターンできません、法政がアピールしてますね、そうですね、ん、あ、これはターンオーバー、リカバーしたのは5ヤード、ギャンブルに出ます、フォースタンの攻撃はどうでしょうか、取ってますね、取りました、81番駆動セカンドダウンの攻撃、そのまま突っ込んでいって、タッチダウンですね、タッチダウン、法政大学逆転しました、中央抜けました、ファーストダウン取りました、見事なラン、深いところまで行く、ビッグゲインになりました、花宮圭一郎、パス、おー開いた、タッチダウンを狙って、うん、開いている、タッチダウン、逆転しました、早稲田、佐久間、やっぱりか、パースに出る、平井、うん、ノーマークでした、戻ってきました、落ち着いていました平井とか、そういった手法も使ってるようですね、うん、ドローですね、ドローですね、クォーターバックドロー捕まえました、早稲田守りました、うーん、早稲田のディフェンスは本当にいいですね、はい、20番坂本隆史4年生、はい、42ヤードほどありますか、お、どうでしょう、入りましたね、決まりました、曽木聡のフィールドゴール成功、早稲田つパスに入れた、早いタイミング、素晴らしい、ピンインターセプト、ホセタノバ、ここはどうか、で足が速い、おーボールを取ったのは法政ですが、しかし早稲田のディフェンスの勝ち、いやすごい、ドライブで得点するようなことあると、はい、
もう試合決まってしまいますよね、ランプレー出ます、ファーストきました、ディフェンスバックはどうだ、決まりました、タッチダウン、7番の萩原啓樹、追加点を早稲田、フォースセカンダン点、浅いゾーンにファーストダウン取ったか、4年の優勝チーム法政が大ピンチ、後ろから来た、サックされました、ついにサックを浴びました、平井、今ディフェンスバックのブリッツじゃないですかね、23番、ドロープレーでタッチダーン、最後は安村美月、11対24で立命館宇治に敗れた3年生のコースターでしたが、今年もこの横浜スタジアム終盤で苦しい思いをするのか、さあ今のは入ったのか、あのチーム以来早稲田大学3年ぶり